パリ五輪の陸上女子走り幅跳び代表の旗すで、住友電工が27日、羽田空港で出国前に取材に応じ、シーズンの初めに比べると調子も上がってきたので楽しみ、と初の五輪へ胸を躍らせた。昨年7月のアジア選手権で6メートル97の日本記録を樹立。同8月世界選手権。 ブダペストは1、2回目のファウルが響いて予選落ちしたが、助走の再現性を高めることを意識してきた、とこの1年で課題を克服してきた。まずは決勝に進出して、決勝の舞台で自己ベストを狙っていけるように頑張りたいと果た。今度こそ大舞台で日本記録保持者の意地を発揮する。